ガイシャは男も女もお前と面識がなかったってことだったな、キリュウ。ああ、タスカーは写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってた辰川は例の赤ん坊の父親って話だったな。すると辰川はお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその辰川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。辰川はホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか。いや、全くマークできてなかった。だが辰川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと辰川と一緒に死んでた女は神室町のホステスだった。辰川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょ。桐生は広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃうちにも役に立つ情報を持っている。辰川の身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。お二人のやっていることは馴れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。分かった、俺一人で行く。キリュウ、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ、頼む。せやがって。ん？知らねえ番号だな。一体誰からだ？もしもし。もしもし、俺だけど。ん？俺？そう、俺だってば。お前は太一か？うん、そう、太一。なんだ、大地か。お前、風邪でも引いてるのか。声が変だぞ。うん、ちょっと風邪で喉の調子が悪くて。そうなのか。体には気をつけろよ。うん、それでさ、今電話大丈夫？
どこにいるの？ん？ああ、今はカムロ町だ。そっか、カムロ町にいるんだ。あの、急なんだけど、ちょっと頼みたいことがあって。ん？なんだ？実は今日、友人に大怪我を負わせちゃったんだ。何？それで、その慰謝料や治療費を払わなくちゃいけないんだけど、俺、そんなお金持ってなくて。だからそのお金を貸してくれないかな。貸してもらえないとサラ金とかで借金をしてでも払わないといけないんだ。太一、お前どこから電話してるんだ？俺の知らない番号だぞ。あ、携帯変えてさ、その時番号も変わっちゃって。お前、そもそも携帯なんて持ってたのか？そんな話聞いてねえぞ。え？あ、ごめん、そういえば話してなかったね。実は結構前に買ってたんだよ。それで俺はどうすればいい？あ、実は今、怪我をさせちゃったこの父親が仕事でカムロ町に行ってるんだ。だから、その人にお金を渡してくれないかな。ほう、なかなかの偶然もあるもんだな。そうなんだ。その人は石垣さんって言うんだけど、ミレニアムタワー前で待ってるように連絡しておくから。そこにお金を持って行ってもらえるかな？ああ、わかった。本当、ありがとう。それじゃあ、よろしくね。よし、ミレニアムタワーへ向かうか。待ってろよ、詐欺野さん。どうも。お前、ジョー、なんでここに？どういうつもりだ？いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃいけないって思ってたからね。キリュウさんが行くんならちょうどいいと思ってさ。せっかくだからみんなで上京してみたんだけど。みんなでって、お前な。まあいいじゃない、それだけうちらも本気ってことだよ。そうそう、一応アジト代わりにしていいって店を確保したんだ。 M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど、今から少しだけ時間ある？はぁ、仕方ないな。少しだけだぞ。こんな場所に俺らがたむろして構わないのか？この店、マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。あのマスター、一体何者なんだ？おお、本当にやがったな、ジョーの野郎。お前ら、お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよ、ジョー。ジョー、ここに来たからにはもう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいにお前らにやりたいようにはやらせねえ。
そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でも張るか。断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。勘違いしてんじゃねえぞ。じゃあお前らの相手は俺たちがやらしてもらう。最近退屈だからよ、相手してくれや。おい長、何なんだこいつらは。六強人の最強タッグ、天山小島、通称天小島です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの？なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ。岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソ野郎ですが腕は確かですから。おお、ジョー君分かってんじゃねえか。そうよ、カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ、永遠のな。 1+1 は2じゃねえぞ。俺たちは 1+1 で200だ。10倍だぞ、10倍。おい、計算間違えてないか。それを言うなら100倍だ。細けえこと気にすんなよ、スケール感の問題なんだよこの野郎。細かいツッコミ野郎はぶっ殺しちゃうぞバカ野郎。まあまあまあ、天下の六強人がこんなところで三下と戦うのはよしましょうよ。我々の格が下がったように見られてしまうねえ、レインメーカー。ああそうだな、そういえばあんた前にも一度会ったよな。ああそうだったかな。偶然ってのはあるもんだな。あんたに恨みはないけど、俺の邪魔をするなら悪いけど排除させてもらう。上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、飛龍会さん。それではてめえら覚悟しとけよ。あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだな。チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。わかった。時間食っちまった。
キリエの兄貴、どうでした？サツからは何か情報はもらえたんですかいの？少しだけだ。後でまた馴染みの伊達って刑事がここに来てくれることになっている。そこのママの旦那だけどな。悪いな、ママ、またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には私より桐生さんの方が古いんだから。ありがとう。そちらのママ、デカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。ノー、ユタ。大丈夫か、ユタ。知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ、さっきから心機くそうでかなわん。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今まで黙りこくってたじゃないですか。バカだれ、お前が何も口きかんからわしも黙っとっただけじゃ。警察の話じゃ、辰川をやったのは中国マフィアの連中らしい。中国マフィアって例の最王会とかいう？ああ、辰川は情報屋としてその最王会に使われてたって話だった。何かしくじって雇い主に始末されたってことかもな。しかしえげつなことしよるな。辰川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった。見せしめっちゅうことですかの。なんか俺が知ってた辰川とは別人みてえだ。カムロ町でホストになったと思ったら、そいつは中国マフィアの情報屋になるための偽装で、やっと見つけたと思ったらゴミみてえに殺されててよ。俺は辰川を半殺しにしてやろうと思ってわざわざ東京まで出てきたのに、すっかり気持ちが冷めちゃいましたよ。これからどうします、兄貴。辰川が死んどるんじゃ、はるかさんのことも何も聞き出せんで。分かってる。だが俺は中国人がなぜ辰川を殺したのかを知りたい。と言いますと？辰川が中国マフィアに追われてたんなら、はるかやはるともその件に巻き込まれたって可能性がある。ん？もしそうなら、はるかちゃんがひき逃げされたのはただの事故じゃなかったってことすか？まだそう言い切れるだけの材料はない。だが辰川って男にはわけのわからないことが多すぎる。確かにそうっすね。キリュウ、邪魔して構わないか？広島の広瀬一家って言うと、あんたら陽明連合会の関係か？陽明連合会直系の増添組さんか。その末端の組ですわ。ほいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともバリバリやりようとるけ、サツの旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろ。悪いけど聞いたことねえよ。なんなら東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの。それよりな、キリュウ、ちょっとはるかのことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。ん？お前が広島に行ってる間にはるかの病院を移させてもらったんだ。都内の警察病院にな。何かあったのか？ああ、前の病院に東上会を名乗る連中からはるかを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな。東上会か、はるかを。そう名乗ってるだけで本当に東上会の連中かどうかもわからねえ。とにかく俺も気持ち悪いんでな、人目につかねえように病院を移したんだ。一応念のためだが、はるかの病室には誰も近づけねえように警備もつけている。はるかの容体は変わりなしか？あいにくな。お前ももう少し落ち着くまではるかの面会には行かない方がいい。お前らが下手につけられてはるかの居所が嗅ぎつけられりゃ、もう移す病院のあてもねえ。そうか。せめてはるかの意識が戻ればいいんだがな。秋山はどうしてる？あいつも遥についててくれていたろ。遥を警察病院に移した時、秋山にも離れてもらった。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか？ちょうど中国人のことで秋山に聞きたいことがあるんだ。いや、用がある時は向こうから連絡してくるって言うんでな、こっちからは連絡の取りようはねえ。でも
お前が今さら秋山に聞きたいことってな。前に秋山と一緒にいた時、エドっていう中国人とやり合ってな。多分西洋界の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。その後エドから西洋界が辰川を殺した理由を聞き出す。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。まあお前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと、今度は俺にも話を聞かせてくれ。殺された辰川が神室町に来た行き先とか、広島にいた時の様子、遥とのやり取り、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。さっきの伊達千代でか、年は食っちょるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええようじゃ。そうっすね。伊達さんに任せておけば、辰川が何で殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないっすか。そうかもしれねえな。だが俺は一刻も早く遥の事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに急ぐんです。サツも辰川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくね。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織の理屈で動く。例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。お前らはここにいて、いつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しとりますけ、気にせず向かって使わさい。桐生の兄貴、気をつけてください。